お花紙で作ったハボタンや松竹梅で壁面を飾りましょう。まず壁面に赤い紙を貼ります。ここでは縦75センチ、横135センチの不織布を使っています。そこに金と銀の折り紙を格子状に貼っていきます。折り紙のサイズは15センチ角です。お花紙で作った松竹梅を格子の空いている部分に貼っていきます。紅梅の次は松、白梅、竹、また最初に戻って紅梅、松、白梅と貼りました。松竹梅をお花紙のハボタンに変えて貼ってみましょう。こちらは色の組み合わせを考えながら白、紫、ピンクと白、紫という具合に貼ってみました。とてもシンプルですが、お正月らしい雰囲気になります。貼るものの組み合わせを変えたり、全体のサイズを変えたりして、貼る場所に合わせて工夫してみてください。